劇場版ガールズパンツァ最終章とマンハッタンポーティジマンハッタンポーテージのコラボメッセンジャーバッグがパルコ限定で発売となる。ガールズパンツァーは2012年に放送されたオリジナル TV アニメで、戦車を使った武道戦車道が大和なでしこのたしなみとされている世界を舞台に、戦車道の試合を通して少女たちが絆を深めていく姿を描くハートフルタンクストーリー。個性豊かなキャラクターたちと繊細なストーリー、こだわりの戦車線描写が好評を博し大ヒット作品となった。2014年には OVA これが本当のアンツ予選ですがリリースされたほか、2015年に公開された劇場版が異例のロングランヒットになるなど、放送終了後も多くのファンから愛され続けている。2016年8月には全6話からなる最終章の制作を発表。第1話は2017年12月9日に劇場公開される予定だ。今回ガールズパンツァ最終章第1話が12月9日土曜日に公開されることを記念して、劇場版ガールズパンツァ最終章とマンハッタンポーティジがコラボ。11月17日金曜日12時よりパルコの特設サイト http://www.meetscalperco.jp/01 にてコラボメッセンジャーバッグが限定発売される。コラボメッセンジャーバッグは A4 サイズが収納できる王道メッセンジャーバッグ 1606VJR をベースに、コラボモデルならではの特別仕様にアップデート。フラップにウェディングテープと面ファスナーが施されており、カラビナやワッペン、缶バッチアクリルキーホルダーなどを取り付けて自分だけのカスタムアレンジが楽しめる。さらに取り外し可能な3つのワッペンも付属しており、1つ目はガールズパンツァーでおなじみのパンツァーバーパンツァー4、2つ目は日本戦車道連盟のマーク、3つ目はグピーガールズパンツァーの略称。いずれも刺繍で可愛くシンプルに表現されており、通勤通学などでも使用できるデザインとなっている。なお今週末11月18日土曜日から19日日曜日に開催される第21回大洗アンコウ祭りではサンプル展示を予定しているとのことなので、イベントに参加予定の方はぜひ実物をチェックしてみてはいかがだろうか。商品情報、パルコリミティド移転、ガールズパンツァ最終章タイムズマンハッタンポーティジメッセンジャーバッグ、価格18,000円、税別、サイズ横42タイムズ縦25タイムズ、待ち17センチメートル、素材コールラ R ナイロンセンデニール、生産国台湾、受付期間2017年11月17日金曜日12時から2018年1月31日。企画株式会社バンダイ、シーガールズ&パンザーフィネールプロジェクト。